で僕たち、うん、アルカナファミリアの人たちはね、タロッコとこう契約したっていうお話が1話のケツの方にちょろっと出たと思うんですけど、それがねどんな能力かっていうのはまた今後ね、いろいろと明かしていこうかななんつって思ってるんですけど、その作品中に出てくるタロットカードがここに、あー来たー、これこんなに出てくるの、なんか、全部で14枚あるらしいけど、タロットカードそれぞれ意味があります、占いで展開した時に、正位置逆位置で、意味が変わってくるそうです。ですよね、まあ、奇妙な冒険で大体みんな把握してると思いますけど、知ってますね、みんながそこで勉強したかな、そうですね、そうだね、まあだから俺で言うと、レロレロレロっていうやつだし、ね、どうしたんだい先輩、俺オラウータンだよ、オラウータンって吉野さん一番いい、そうだ ねそうでした、ハーミットパープル、茨城でテレビでね、こう連射で連射テレビ一回一回壊す、おい猫ドラクーンって出るやつはい、ということでね、あ、そうですね、もう一回言うんですけどね、ラ・テンペランツァ、これルカなんですけど、これ日本だと節制、さっきも言いましたね、レロレロですね、意味ですが、性の位置だと純愛、順風満帆、空の旅、順調、交流と、意味があって、逆に出ちゃうとね、慣れ合い、疲れる、無駄が多い、消耗するという意味だそうです。はい、なるほどね、パーチェ、ラフォルツァ、デビト、レルミタ、これもねそれぞれあります、別紙でお伝えしてください。皆さん、パーチェは正しい位置だと意思、精神力、自己抑制、自信、決意、克服、勇気、完遂、忍耐強さと、逆はね、短期、臆病、自己中心、獣性、本能優先、はあ、獣性に本能優先、うちの犬みたいだなこれ、犬だな、逆だとね、逆だとね、レルミタはですね、正位置だと探求、孤独、単独行動、資料、現状を見直す、鎮静、慎重、心配、用意周到、世俗を離れた事象で、逆だと探慮、疑い、偽り、心の狭さ、自分勝手、マンネリな状況、なんだろこれ、みんな全体的になんか悪い方が、まあ悪いのは本当に悪いんだね、みんな、他の人のとかチラッと見ると乱暴な男性って限定されてるよ、ああもう男だそう、それはパーチェ、この力なんかさ、短期で臆病な自己中心ってもうめちゃくちゃな人だよね、はい、ということでね、はい、じゃあアルカナファミリアのねストーリー内ではですね、存在が明らかになってるカードはなんとタロットカードの一部なんだそうです。一部ですよ、それは本当はなんか22枚の大アルカナがあるらしいんですけども、ね、22人いないですから、ね、そう、とりあえず今今日ここに用意されてるのはね14枚らしいです、でここで簡単な占いをしてみようじゃないかと、了解なんだって、カード3枚だけ使う簡単な占いらしいですよ、というわけでここでですね、もちろん占ってもらうのは杉田君あなたです、はい、はい、何か占ってほしいことはありますか。始まったばかりの、アルカナファミリアのアニメの、この先を、この先ね大ヒット間違いなしと言われるこのアルカナファミリアの周りの鼻息が高いのは分かったんで、じゃあ占いで見てみましょう。おっと、これはどう出るか。これはね、ちなみに占うのは作家です、素人じゃないか。そうですね昨日勉強したらしいんで、僕らより1日先輩なんで、本当ですか、もうこれ出ちゃいますね、やばいな、これもう始まってんの、やってんの、今始まってるでしょ。あ、本当に全部逆に出た場合はもうこのアニメすぐやめた方がいいと思うんですか。それは何そうだ、ね、それ今位置に置いてるわけね、なんかいろいろ逆に出ても大丈夫、逆ばっか出ても大丈夫です、逆ばっかですね本当にこれはもうなんか結果を聞く前からもうすでに不安な状況になってますけど、P はねダメだダメだって、そうそう、やり直せっていう顔してるけど、でもそんなことしたって意味ないでしょ、占い嘘ついてどうするんですか。いや、これね、やり直してもまた同じ結果になるんですよ、この占いっていうのは。あれからファミリアはどうやっても逆で出ます。あのフロンティアワークスのジュリアナ P を黙らせろ、ジュリアナ P っていう、ジュリアナ P なんですか、そうなんですか、時代背景を匂わしてる、そう、ジュリアナ世代ですよねって言ったら、お立ち台に登って、うん、何が出ましたか、パンツが見えちゃうわけですね、はい、来ましたこちら、過去の事象っていうかが示されてるんでしょうけど、これ逆さまになってます。ザ・ワールド、ザ・ワールド、ザ・ワールド、やばい、ザ・ワールドは何、どれ、ザ・ワールド、モンドさんですね、アルカナファイブ、まあ、逆、挫折、衰退、停滞、中断、失敗、限界、不完全、未完成、調和が崩れる。あら、まあいいことないですね。じゃあ、あのプロデューサーやめろやめろって言ってるけど、まあ、てめえらが用意したコーナーだからな。これでも過去ですから、まだ。ほら、まだ、これ昔ね。昔、かつて、ね。立ち上げた時は不安はいっぱいあった。失敗もあった。それが、もうこれ当たっているのか、当たってるのかな、これ貼ったの逆ですよね。次現在ですか、これ現在なんですね、はい、で続いて現在こうなっております。現在アフレコが運河まで終了してますけど、こちらも逆になっております、
ハイエロファント。ハイエロファント。ハイエロファント。おおだね。ハイエロファントどこだ。あ、これか。5番。はい。これは現在。現在、今です。これも逆。これ逆です。大丈夫です。保守的、先入観、独善、固執、間違ったアドバイス、嘘、押し付けの責任、あ、親切。うわーめんどくせえ。そうなんだ。今は、今はこういう状態です。間違ってるってこと。今、アルカナファミアが今、瞑想中です。悪い言葉が錯綜してんだろうな。保守的に瞑想してます。あと、先入観、何か囚われてる、ね。押し付けの親切ですからね、しかも。はい。どうなのっていう。そして、そしてですね、なんと、皆さん、2話以降は、未来なんですけど、未来、未来は聖一来ましたよ。なんだい、やりましたよ。なんですか、来たのはですですです死神か。でも逆さじゃなくてよかったよね。死神はノバだね。デスサーティーン、そう、うん、これ逆さまだったら大変ですよ。聖一、うん、週末、おい、死、うん、古い事故の死、うん、別離、うん、喪失、うん、激変、うん、変化の時。おこれ見る感じ、あの死神って逆の方がいいんだね。そうなんです、実は、うん、気づきましたね、うん、そうなんです。聖地はねあんまり良くないんですよ。逆だとね、再生とか、ね、そう、まあ、再出発でちょっとどうかと思いますよ。蘇り好転とかね、うんうん、ありますけどね。でもすごいな、でも聖地熱いねこれね。だって古い事故の死っては昔の自分は、うん、が死ぬことによって、うん、激変が訪れるかもしれないわけじゃない。真ん中ぐらい出てればよかったね、じゃあ。そうね、そうだね、現在、そうだね。未来がそうってことはね、未来なんかやりきれないもんな。そうなっちゃうのかな、なんかあんのかな、原型がなくなるってことかな。どうします、もうラジオやめますどうなんでしょう、これ不安ですね。もうタロットに触れるなと、触れるなと、もうそのことは、もうタロットのコーナーいいよみたいな。タロットに触れれなくなったらもうこのアルカナファミリーが触れるものなくなって今日のラジオはもう終わりですけどでもすごいね、見事になんか見事に当て、悪いのが出てますけど、当たってる、当たってるの、当たってない。本当は結構辛いのやってて、うん、ね、ああだってね、大変です。プロデューサーの顔がね、うん、みるみる曇ってるんです。そう、微妙な感じになっちゃってるね、うん、これはラジオのことだって。ラジオのこと、いやアニメってさっき聞いたもん、うん、僕はちゃんとピンポイントで聞きましたよ。杉田君はね言いましたアルカナファミリアっていう、そんなざっくりとしたものじゃなくてアニメって言いましたよそうですね、はい、ということでね皆さん、ここから先ねこのタロッコ占いが当たっているかどうかをね、まあ、聞いてぜひ本当だオンエアで確認していただきたい。そうだね、自分の目で、うん、そう最後まで諦めずに毎週見るんだ。続きはウェブでじゃダメだよ。違う違う違う、結果報告だけ見ちゃダメだよ。許さない、うん、はい、ね、ちゃんと見るんだよ。そうです、うん。